この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、水曜日10時 L 会話でやるす。なんか最近俺らに岩さんようにする。何が？いつまでさ、なんか一緒にいてみたいな感じで、わーおやるやん。分かった、なんかいいとこ見せつけよう。せーの、エルク。ちょっとちょい振りがないの。じゃあ、せー持ってたよ。せーの、エルク。おいでーす。何これ、いつも、いつも。はい、そんな感じでね、本日もエルク、おいでーす、お送りいたします。今日はね、もうツーマンの月ということで、ショッツも入れての3人揃ってのエルクストリートのエルク、おいでーす、お届けしたいと思いますが、はい、司会進行、番組進行いたしますのは、私エルクストリートのジュライと、DJ 兼ドラッグメーカーのタウルスと、サイドキックのショッツでございます。はい、で、ショッツヤンのサングラス、メガネっていうのは、ショッツヤンさっき、それで検索して出てくる、やっててんけど、こんなんなってん、人の前からどっか行ってんかな。さすがにあかんなってなって、ジュライさんやって、ハロー。映画によくあるよな、そのメガネ。サイドキックって何？言ったら、ショッツはね、もともとレゲエの畑でやってたんやけど、レゲエってさ、あのみんなクラブのイメージって言ったらさ、 DJ さんが音流してそれで踊るっていうイメージがあると思うけど、レゲエシーンにはそれにあのホスト MC みたいな人がいるわけです。そうなんですよ。でそこで横でこうヘイとかヨーとかなんやかん言ってお客さんを盛り上げる仕事の人がいるんですけどね。でそれがもともとショッツの本業だったということで、で、まあ、エルクでね、ラッパーもどきのことはしてるけど、もともとラッパーではないし、そこが畑ではないので、エルクではサイドキックという運営名で一緒にやってるけど、結構ね、ステージには上がんなくても裏方としてね、作詞作曲とかを結構頑張ってやってるから、みんなショッツあいつ何もできへんやんけと思ってるかもしれないけど、結構かなり何でもできるからね。キーワード、キーパーソンだからね。そうやねん、そうやねん。一番多分あのそのエルクのコアな曲の中で一番ポップな感じの歌を見た。そうやね、一番見た目一番ポップじゃないじゃないのに、そうそうそう、一番ポップな音そうで曲を。こう見えてね、一番あのコアな人歌メロつくのは私やから、ね、私が書く曲はもうあんまり一般受けしないっていう。そう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 、そうなんですよね。そんな3人が仲良くやってるエルクストリート、はい、じゃあ今日もエルクへおいでやすお送りします、はい、じゃあエルクオープニングから。そうやね、まず見てもらおうかな、はい、うん、ちょっと待っててね。はい、で今日はちょっとコメントも走ってて嬉しい限りでございますが、なんだコア大好きよ、ほんま私、うん、あ、でもね、昨日新曲ができたっていう話もしたいから、とりあえずちょっと1週間振り返ろうかな、うん、うね、はい、でタウルスも1週間振り返ってほしかったんけど、残念なお知らせでね、携帯とパソコンが今日死んで、もう私に昼間だからやや言われながら今を迎えたぐらいなので、もう URL 前に俺で一人で直そうと思っててんけど無理やったほんで私にバレて昼間がやーって言われて今にいたねんな。そう、一応直したね。あ、直ったもん、うん、あ、よかったよかった。携帯が直ってないだけ。なんで携帯まで潰れてるの。ちょ、タイルスさ、この話しようか。頭どうなってんのって言ってるで。頭俺もどうなってるか分からん、俺自分やってるわけちゃうから。これちょっとめっちゃ女子みたいやで。ちゃんとポニーテールでこうやって前髪みたいになったよね。女子っす。あ、これちょっと剥げてるみたいな、はい、別に剥げてても剥げてなかった。俺の髪型って俺何なの、髪型してフリーザの第二形態ってはい、じゃあ、そんな感じであのタウルスは携帯から写真が送れなかったから、タウルスだけちょっと1週間の話ができひんけど、はい、まあ制作頑張ってたと思っといてもらうということで、はい、じゃあとりあえずショッツから行くじゃん。じゃあ俺ももうあの写真は出さない。出さないの、うん、じゃあ私から行こうかな、はい、じゃあ私の1週間を振り返りたいのですが、まずそう、私あの先週も言ったように2015年はあの美容に気をつけつつちょっと女子力を上げようと思ってて、で1年前の2014年であの結構ダイエットはきっちり頑張れたので、
次はそれを綺麗な健康的な体にしていこうと思って、うん、ヨガを最近また急ピッチで増やしてるんやけど、あのこれ野菜スープ、あのショッツが年末に私に提示してくれたこれな、あのダイエットスープやねんけど、ダイエットスープだけやったら私の中で毎日食べられへんから、うん、思いっきり味噌入れて味噌汁にして、これハンバーグでもダイエットで全然ちゃうけど、でもこれあの後ろに見えてんのがあの芋に見えてると思うけど、芋じゃなくてアスパラとかちょっとヘルシーな食材を入れてるんだよ。アスパラ黄色やん、めっちゃ写真の加工やこれは、はい。ほんでこれはね、舞茸と人参と里芋の煮物、これがちょっとすごい美味しくできてんけど、え、これもダイエット食なだってあっさりしてるやん。あ、芋っていいの、炭水化物だ。なんかめっちゃうるさいちょっとこれ、これ大根とスペアリブが煮たやつ。スペアリブ肉食っとるやないか。え、何言ったらラム肉はいいねんで別に。え、スペアリブってラム肉なん。あ、これ間違った、豚肉。そうやな、間違った豚肉やけど、豚肉はいいねんで、牛があかんねん。あ、そうなん。牛が一番肉き食べ物で、肉き大好きちゃうねん。豚鶏、うん、ラムは結構いいねん。あ、そうなん、うん、ラム食われへんわ。そうそう、スペアブリですって。スペアリブ。さあ、CM やん。何す、え、知らん、 CM やん。何な、何してるの。あ、何やったっけ、あの人忘れた、もうええわ、やめとくわ。来たよ、終わった、ありがとう。なあ、CM やんな、綾野、綾野剛。そうそう、綾野剛と君まろがやってるスペアリブです、リブです。綾野剛がもう分からんな。綾野浩二って言ってる人もいるけど、君まろの方がスペアリブですって。ああ、そうなんや、出てんねん。ブリ、ブリですって、ブリですって。知らん、知らな、全然知らんわ。そう、ボディーバームは全然知らんよ。あれはね、発汗作用もあってっていうので、いつもヨガの前に乗ってんねんけど、で、ちょっと引き続き写真、はい、ドン。あ、これはね、あのトリプルセブンソウルのあポケちゃん。これこういう動きやんな。で、これ、うん、私の部屋で、私もすっぴんやねんけど、これこういう動きって、これあの変な話してる時や。違うね、これちょっとあの卑猥な話よ。でも盛り上がった。タウルスもおらんかったよ。おらんよ。もうちょっと一応打ち合わせと練習終わって、みんなでワイワイ盛り上がってたら、うん、あのタウルスだけあの、そうそうそう、もう別の部屋もう行って作業してたから、あの時からちょっとおかしいなっていう感じが出てたよ、ほんまは。あ、もうこいつら、だから早く向こうにいてた。もうこいつら遊び出すなみたいな。遊び出してるから、俺も早く、早くちょっとパソコン上おかしいから早くやろうみたいな。そうそうそう。あ、JK いるからやめてくださいって怒られた。これは多分なっちゃうな。詳しくはね、その当日 の俺の Facebook につぶやいてるんだよ、気になったら。はい。JK だろうが好きやろ、そんな。そんなん言ったらあかん、もう。守るから、そんなん言ったらあかんって新しい。はい。で、次他なんか写真結構あるはず。あ、11日は、日暮里で初ライブでした、はい。で、これは、初めての和縛りのライブで、何で候やったっけな、和心 で、そう、和心で候というイベントで、日暮里の箱でライブ出させてもらったんですけど、もう芝居はもうやめても。で、初めてね、三味線奏者さんの、おう、おう、そう、上井広春さんという方を三味線演奏者加えてのエルクヤを、めっちゃあのマイクの振りやばいな、音だけ挑発してるな、ね、私やろ、あーみたいな。自分で受けてさ、あ、ほんでこれそれ終わってかな、あの、そう、めっちゃうまかった。文京区にあるカツヤ、うん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 、ちゃちゃカツテ、カツテっていうお店があるんですけど、エルクストリートをね、応援してくださってる方が、はい、営むお店で、串カツとかトンカツとかをメインにしてるんやけど、ソースが嫌いな私にはあのすごいこだわって、岩塩とか味噌とかすごい。めっちゃ美味しかった。ダイエットどうなったって、見てこれ太ってる、私、ま、今日タイルス、私に細なったって言ったもんな、うん、顔細なったっやろ、トンカツは太らへんのやで、うん、っていうか違うね、太らへんと思って食べたら何にも太らへんの、わかった。結局はそうらしい。あ、じゃあ、で、カツ亭ね、すごい美味しいし、文京区で、最後9時半がラストオーダーらしいので、エルクストリートも初めて行ってんけど、あのエルクストリートの CD とか流してくださってたりするので、あのそう、もしお近くにあのお立ち寄りの際は、かつて皆さん覗いてみてくださいね。あそこで強くなる、マジで美味しいからね、あそこ。間違いなく太るで、太ってないもん、痩せたの。ツーマン来てや、じゃあツーマンで、ツーマンで私が太ったかどうかちゃんとあなたのその目で確認してみて。
そうですよ、はい、で太ってたら、あの、私チケット代返すわ。おお、ゆうたでそれ見てる、ちゃんと見てる皆さん。体重計持ってライブしようかな。でも今ここでやるん。え、何が体重計一回乗っとくへんから。わけのわからんこと言わんでいいからな。こんな感じ。これ次はどうでしょうか。これはね、あの、あんまりにも自撮りがうまくいったから出してみただけだけどね。あ、なるほど。あの、この日は撮影でした。あの、ツーマンライブに、これオフショットなんですけど、ツーマンライブに向けての撮影で、うん、ええやん。で、これしか見て、私らはまだ動画見てないんだけどね。エルクストリートが、あの、肖像くんっていう、あの、菱川肖像くんっていう方なんですけど、リスペクトしてる人。あの、エルクヤのね、あの、ヒューレットパッカード社のエアコンテストの動画を撮ってくださったりした敏腕のカメラマンさんに今回も撮ってもらって、で、ちょうどライトチューブの裏のスタジオの裏にある、全然痩せる気ないばかりです。イタリアンオロっていうお店で撮影させてくださって、すごいね、あの、店員さんもいい方で、めっちゃ、あの、お料理も美味しかったし、朝まで空いてるらしいので、ちょっと皆さんぜひそれも行ってみてください。何、待って、ちょっと待って、いや痩せた体重計の上でライブしようや。私でもめっちゃ動くから、この大きい体重計持ってきてくれるんやったらいいで。あの、昔の、あの、乗ったらバイーンってなるやつで。はい、で、君かわいいねって、めっちゃ草生えてるけど君かわいいねの後にダイエット中断中。いや、でもちゃうねん、忙しく動いてたらちょっとぐらいカロリーとっても太らないんですよ、はい、まあそのカロリーそれだけ。そうなの、はい。で、最後かな、写真まだちょっとあるかな。あ、これ昨日ね、私、あの、お友達が大阪から遊びに来ていて、美女、はい、あの、モデルさんをね、大阪でやってる友達あるんやけど、でもせっかく友達が来てくれたのに、あの、友達を家に置いて、私と、あの、ショッツはね、新曲のレックに行ってたんですけど、 その写真もちょっと、はい。あ、こんな、なんかめっちゃ、なんか私お願いしてるみたいなのあの、もともとエルクストリートのラップ担当だった岡本潤が、はい、今もね、3分の1ぐらいはね、あの、曲に携わってくれてて、で、新曲をレックしててんけど、この昨日できた新曲を多分ツーマンの1曲目に歌うっていうね、自分ら的めっちゃ無茶ぶりで今焦ってるけど、そう、どんな新曲、どんな新曲、それ来て聞いて分かったよ、どんな新曲、ライブに来たいや。そうやな、でもエルクらしい新曲やと思う、うん、でも私が詩を書いてるから言ってることはまた怖かった。怖いな、またこれが、ごめん、また恋愛の曲ではないわ。世界紛争や、そんな感じで。そんなこと書いてない、世界紛争についてとかは書いてないダイエットダイエットの曲作って、それいいな、それ面白いわ。ベー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 、そんなダサい曲だ、めっちゃダサい、なんかイントロで豚の声が入るみたいなそんな感じなの、なんかもっとさ、で、世界放送の曲多いのって1曲もないですからすみません、1曲もありません。あったらね、どんなクルーやねみたいな。世界放送はなくしたいと思ってるぐらいで、何もあんまり詳しくないので、大したことは言わない。ダイエットのここの肉なくしたいのと、世界放送なくしたいみたいなかけていくような曲とかに、うわ、売れへんな。作れるそれその歌詞作るのはお二人やん。チゲバブ、チゲバブって。じゃあ、まあ、そんな感じで私の1週間はこんな感じで、ツーマンにね、あの、向けてせわしく動いてる感じでございます。世界征服でもないよ、あの、どっちかって言ったら、うん、そやな。あ、じゃあ新曲の1個だけは、あの、タイトルだけ言おうかな。おう、もうタイトルあれで決定、もう決定でいいじゃん、あれやろ、のインスピレーションてか、悪しかないだろ。分かった、じゃあ、新曲の題名だけ言うわ、はい、アイダそれ、あれ、なんか映画であったような、アイダみたいなアイダ、アイダって曲、アイダって愛のラブやんな、愛、うん、愛するの愛、アイダアイダちゃうわ何の狭間よ、それアイダ、そう、アイダ、アイダホちゃんは、新曲に入ってるフレーズ聞きたいです。フレーズ、どこ、ね、今どこ歌ったりか悩んでる。ああ、なんか、そのフレーズによってまたなんかちょっと世界放送的なことになってしまうかもしれんもんなワンフレーズね、どこかあったかな。まあ、初めの方じゃん。いや、初めの方はあかん。あ、そうか、初めの方はあかん。あかんって、あかんくないけどえ、どこ、あの、残り今入っちまってるからね。サビかな、サビかな、うん、サビ、サビちゃう、あの日見た未来はどうか恥じないなをみたいな。恥ずかしい、めっちゃ緊張
曲だなって聞いてへんかったよ今。早すぎるやろそれだってコメントするの。汗かいた。はい、じゃあそんな感じでシャツの1週間聞いてみたいと思います、はい、俺の1週間はね、まあ、ほぼね、ほんまレコーディングとかあったりとかでもう辛いと大体は一緒なんですけど、まあ、1週間で何があったかって言ったらもうほとんどこのナイトチューブで放送してました。で、何が起こったかな、多分結構、ニコ生とかその一般のテレビとか見られてる方は多分知ってるかもしれんけど、あのスタジオにあの下田美咲さんっていうね、あのロンハーとかに出てる、うん、知ってるね、これ、はい、あ、やっぱりあなんかネットでますわね、踊りかなんか強くやるの、踊りかなんか、あのシャンパンコール、日本一みたいな、で、なんかあのダンスの振り付けとかやってる、あの、そうそう、コールの女の、あの下田美咲さんが来たくらいかな、うん、え、終わり？そんなもんかな。イエーイ。 あと一人でスタジオも入ったかな。あ、そうやね、最近一人でスタジオ入ってるよね、うん、そう。ちょっちのヒゲも部屋目でセットしてくれるの？それ誰に言ってんの？じゃあもっと綺麗になってるから。じゃあさ、うん、もう一曲も作らなあかんやん。うん、で今日終わろう。そうやで。あ、G？ そうや、G やろ。あ、G な、 G な、 G も作らなあかん。 G、 はいはいはい。あ、ちょっと今日な、私とタウルスの服に繋がりがあるんだよね。グレー。そう、ちゃうねん。二人ともな、この服な、福袋や。これ福袋。え、これめっちゃいいやん。福袋。そこ、ね、俺もこういうの一回着てみたいわ。これ、コストっぽい感じの。私は、あのフライ ID っていう女の服のブランドがあんねんけど、そこに入ってたの。めっちゃ可愛くない？フライ、待て。フライ ID。フライ ID。フライ ID。フレアイダみたいな感じで。フライ ID。ID？ FRLYID。そうそう、タロさんはどこの服袋？これあれで、アーバンリサーチの福袋1万円の。へぇ、でも福袋って私も流行りのコチェスターコートやね。これ1万の福袋で、これと結構いいの入ってるの？入ってるよ。でもちゃんとしたブランド選ばないと大失敗するから。ああ。あんまりなんかめっちゃ個性的な服のブランドでいくら好きでも福袋選ぶととんでもないもの出てくる。俺でも昔一回さ、うちもチェスターコート欲しいな。一回福袋買った時にあの2万円分のが入ってますみたいな感じで、もう完全にタグとか全部計算してもあの3000円ぐらいって言ったらいいやん。でも多分ね、言うそういうの、言う、俺もこれ2万円相当って入っててさ、どう計算しても3000円なんですけどって私言っちゃう。でも買った中で一番良かった福袋、そう、詐欺やんな、それな、ラブレスの福袋が良かった。あ、ラブレス、ラブレスの服袋、あんま高くないね、2万とかそんなんやけど。関西人で言わへんの、みんな。俺多分言わん、服袋は言わんかもしれない。もうだってもうくじみたいなもんや、ハズレやーみたいな。え、でも合わせて3000しか入ってなかった言うやん。いや、それは詐欺やん、だって2万とか。中身1個なんか取られてるからないかよ。そう取られてた。福袋は言わないなって。お前そう言わんやんな、やっぱ言わん人が多いと。ごめん、私は何でも言っちゃって。日本人言うとか言ってほしかったけど、言うやんな。俺は言う、発言の自由。峯岸は多分言わへんの、言ったけど。なるほど、5万円相当って言ってて4万円ぐらい入ったら別に言わんけど。あ、それはさやな、9万円相当って言ってて8万入ったら私も言わへん。それはもう、なんで全部いらんもんとかやったらどうすんの。言わんやろ、別にそれでも。それは言わんじゃん、別に。あの、今年の、だってナルシスが9万円相当や。それが一番強かったみたい。9万それ私もうゲットできひんかってな。ラブレスもせないで、ラブレスもオープンと同時に行ったのに買われへんかったやん。すごいな。そうやね、はい、じゃあそんな感じで、あ、うん、今日イヤリング落ちてきた。今日イヤリングやねんこれ私。そうなんや、お母さんにもらったイヤリング、ママに。はい、じゃあ一回 CM 行って、今日もね、あの、いろいろ質問が来てたみたいなので Q&A 行きたいと思います、はい、じゃあちょっと CM の間待っててね。どうやったら売り上げ上がるんすかね。ぶっちゃけ給料いくらさ。やめよお前に。忙しいから。その時計いくらなんすか。あ、これ150万ぐらいかな。靴はいくらさ。15万。給料いくらさ。賞金 80% バック入店祝い金高額試験 BS グループ。
ということで、はい、Q&A 今日も来てたみたいなので、あ、今日はエルクの曲流れてないの、ほんまや、まあ、タウ様ちょっと流してタウ様今から、うん、また俺が用意するわ。じゃ Q&A1、 昨日 Facebook で新曲ができたって聞いたんですけど、ああそうやな、さっき言ったんですね、うん、曲作るときに、歌詞のテーマとかどう決めてるんですか、どう決めてるんですか。それ新曲についてってことかな。いや、そ、毎回やろ。私はズライがだんだんこっちに寄ってきて、俺がだんだんなんかこう触れ回す。タウさんもなんかだんだんこっちに。タウさんもこっち。私は真ん中に行ってくれたらいいね。いや、いいよタウです。ここ、いや俺なんかちょっと真ん中な感じじゃない。私はまずタウルスとかオカジュンにこういう曲を書きたいから、こういうトラックを作ってっていう時もあれば、まずトラックを作ってもらって聴いて、その曲のイメージが例えば卒業とかやったら、あ、卒業の曲書きたいなとかっていう感じかな。イメージから決める、そのあんまり先に決めることの方が少ないかな。俺はリリック書くときはもうその基本的に和物系が俺結構メイン多いやん、書くの、うんうんうん、大体まあその時代に生きてないからさ、もちろん何もわからんわけ、もちろんもちろんもちろんだからとりあえず妄想よねああ、とあとはなんか漫画とかからインスピレーション、あ、私はそう思えばその誰かになりきって書くっていうよりも自分が思ってることを書いてるだけかも。私の場合はそのフィクションじゃなくてノンフィクションかな。俺月下美人とか銀魂見てインスピレーション。そうだ聞きたくなかったそれいやでもめっちゃ良くない銀魂、たまに面白い。だから銀魂見たことないから分からへんけど、銀魂の花魁の会があって、うーん、それで漫画とかって結構なんかそうあれだよ、きっかけになるよ、きっかけになる、全然内容はちゃうで、その漫画の内容はないけど別にインスピレーションはそれ、うーん、できたかな。でまあ G の方は、うん、まあなんかこういう、まあ、G の方言ってたらなんかゴキブリの曲くらいやちゃうでちゃうで、もう知ってるんやったっけ、みんな別にいいんちゃう。そっか、ゴエモンっていう新曲があって、オイランとゴエモンが、うん、もしも恋愛したらみたいな、もしもシリーズみたいなコントみたいな感じだけど、まあ、やったらどういうのかなみたいな、その一応歴史的なところへんもつまみながら書こう。でもすごいね、ゴエモンはね、私たち的に結構ね自信作なのでね、ツーマンで披露するからそれもぜひチェックしてください、はい、これは来るしかないっすよね、うん、まずツーマンで、次の質問いきましょうか、はい、Q&A2、エルク的歌詞が一押しな日本の曲、男性女性曲、男性曲女性曲で1曲ずつ教えてください。あ、歌詞が好きな曲か、なるほど。じゃあタウルスは、一番その辺重視してない俺から、私は、まあ、私これを言い出したらコアなあれなんだけど、私はもう歌詞は尾崎豊ですね、完全に。そうやわな、その一押しって言われたらね、いろいろそのすごい失恋の曲とか恋愛の曲とかみんなが知ってるような好きな曲もあるけど、私が言える一押しって言ったら尾崎豊。いや、盗んだバイクじゃないねんななんていうかな、私でも尾崎豊はみんなが知ってるところで言えば卒業という曲の歌詞は素晴らしいと思います。すごい、尾崎みんなは夜の校舎窓ガラス壊して回ったっていう、あそこの部分だけがフューチャーされてるから不良の楽曲やと思ってると思うねんけど、全くそんな歌詞ではなくて、そうやな、うん、深いよな、もっと奥深いことを言っていて、尾崎豊自体もその不良やったりヤンキーやった人ではなく、それはただその時の時代背景の描写であるというか、その私も知らないけど尾崎豊が高校生の時代はすごいその学校への暴力みたいなのが流行った時代やったらしくて、なるほどね、で、そのそうでその時代の背景の描写として歌ってるだけで、すごい人が多感な時期に感じる感情から大人に移り変わるその人の感情なんかをすごいうまく書いていて、私はもう最高やと思う。すごいよな、尾崎すごいと思うわ。
おかしいな。やっぱ尾崎の話したらめっちゃコメントなくなった。おかしいな。分からへんけど、うん、俺やっぱり、まあ、最近も買ったけどさ、うん、あの説明書の友達好きやなと思った。やっぱりあーずっとと友達やな。やっぱり昔から歌ってんなって思うし。あー分からん。あと女性曲か、女性だな。私基本的に女の人の曲で男の曲ばっかり聴いてきてんな。結構女性曲で好きな歌詞ちょっと考えとくから喋って。俺は男はこれまたこれマニアックになってしまうねんけど、俺のその一つ好きな言葉があって、この栄光に近道なしっていうのが好きで、まあ、それはもう、まあ、今は亡くなったテリーザーティゼロシックスからまあインスピレーションはもらったかなみたいな感じかな。まあ、女は俺やっぱそのさっきずらいがそう言ってもくれたようにさ、そのあのレゲエってこう MC しながらこの曲を紹介しながらこうかけんねんけど、やっぱその外人の曲でもまあその意味を知ったらこうこういう曲なんやっていう感じで流せるわけやん。でやったらマライアかな、やっぱり。あバイバイとか歌詞で聴いてるようでなかなか聴いてないよね。私はもう、うん、俺めっちゃせえやん。私は歌詞にめっちゃ聞き耳立てて聴いてるから。そう、皆さんはやっぱ歌詞派やんな、やっぱり。私はもう初めて聴く曲で、うん、あのはっきりそのアーティストさんのなんかライブとかでもはっきり歌詞を聞こえない歌い方をする人は基本的に私はあんまり自分の好みじゃないってぐらい、伝えたいっていう気持ちが伝わる人の方が私は結構好きかな。なるほどね。日本語大切な人してない人って分かる、うん、歌詞大事よね。なんか 俺があんまりその歌詞がしっかりしてないから、日本語ちゃんとしっかりしてないからここに任せんねん。日本語大切にしてない人嫌いってすごく分かる。嫌いって言われてる。だから俺どっちか言ったらその音に聞こえてしまうから。そう、ダイレスは音、まあ、でもそれはね、もうあの音作りの人が仕方ないんやろうけど、うん、最近の一押しアーティストはって聞かれてる。最近の一押しか、日本人でかな。エルクストリートじゃないですかね。せやな、頑張ってるよね俺ら。めっちゃハードル上げんな。私はそんなことは余裕あんで。最近の一押しアーティスト、最近じゃないから、だってエルクストリート一押ししてない。ああ、だから最近の曲でっていうことじゃないの。最近出てきた人とも知らんわ。仮面女子しか知らんわ。最近の人知らんけど、分からへんな、最近。最近な、ザウルスは恐竜じゃなくて、お牛座の方やで。そうやで、それザウルス。ライブハウスでライブ見て歌詞まで伝わる人はなかなかいないよね。もうそうやろ。だから私はそこは結構ライブ中に重きを置いてるかな。でもめっちゃ聞こえる。ちゃんと滑舌をきれいに聞こえるようにっていうのは、まあ聞こえてないかもしれへんけど、自分なりに気をつけてる。できるアーティストさん少ないですよ。ちょっと勝手に私のハードル上げんといてお願いやから、そのメンバー内でな、お願いやで。じゃあ潰し合い Q&A 3問目行ってみたいと思います。あ、その前にみんなの名前の由来はって来てます。俺はテキーラ、俺はセイラ。あのタウルスは大牛だからね、うん、私は本名です、うん、はい、はい、で Q&A3、もうすぐツーマンライブですが、ツーマンライブで一番気合い入れてることは何ですか。これは教えられへん。これは言われへんやつやな。これはね、今言ったらトリプルセブンソウルにも怒られる。そうやな、うん、これ内密にしてるツーマンライブならではのびっくりなサプライズがあるので、そこにとりあえず重きをめちゃくちゃ置いてます。ネタバレしちゃうから、ね、そうだから、これだけは来てくれないとごめんやけど今は言えない。そうやねんな、うん、質問はこれ来たからもうあの出してんけど、うん、そうやねんな。一応選出したらよかったんかな。でもまあ、ねえ無理教えて、質問してもらったからね。この言い方絶対前田さんやからな、うん、これねえ無理教えて。いやもう教えない、教えられへんねんな、うん、教えてしまったら多分なんかそのツーマンのなんか、いやてかハードル上がんねん。違うねん、教えてしまったら私恥ずかしい、わ、うん、かる。みんな恥ずかしなる。いや、それを知った上でやっぱそのライブを見ようとする。 あんま言い過ぎたらネタバレしちゃうから、もうこの辺にしとこう。じゃあとりあえず、じゃあジュライのあかん言われへんねんってエロっぽく言ってみて。はい、3、2、1あかん、はい、5言われへんって。はい、もうこれな、はい、ごめんごめんって、もうごめんって、失笑はやめよう。はい、次行こう、はい、じゃあ、次のキュアンで4キュアンで4、大阪から東京に出てきてこれだけは東京に来てよかったと思うことを教えてください。どうですか。よかったなと思うことは、
やばいやばい、僕やめて、やばいやばい、東京の人あの敵に回すからお願い、みんなと仲良くなりたいから、エレクストリート頑張って、頑張って、あの いろんなお店が多いなって思って、大阪にも多い、私らどういう中から出てきたのかさ、いや、だから、まあ、いろんな人が多いなって、間違いないけど、確かに、え、それで、いや、人が多いからその分、まあ、やらしい話、チャンスがあるかなと、あ、そうですね、いろんな人たちをつなぐ、はい、チャンスの多い街だなと思うってことね、取られた、じゃあ、ちょっと俺は、もうほんま地元が奈良のその、五瀬っていうめちゃくちゃ田舎なとこなんで、その、何にもないわけよ、だから、やっぱ仕事もあるし、まあ、音楽もできるし、まあ、電車まあまあ安いしみたいな感じかな、うん、私は何よりもあのやっぱ大阪にいた時のエルクストリートだけじゃない成長はできたってすごい思う、それはやっぱり大阪っていうのは音楽をやるには東京より田舎やん、音楽シーンはやっぱちょっと、うん、だからやっぱヒップホップとかレゲエの畑がすごい流行っていて、ポップスがそこまで流行ってなかったりとかするけど、やっぱり東京っていうのはいろんな日本全国からメジャーシーンとかを目指して本気でやってる人が集まる場所やん、大阪ってやっぱさ、あの別に音楽真剣にやってないけど歌うまいから趣味で歌ってますっていう人もやっぱりいっぱいいたし、あーそうそう、なるほどね、やけど東京ってやっぱ真剣な人が集まる場所やから、すごい大阪の時ってエルクストリートってライバルやなって思える人がいなかった、それは別にうちらが行けてたって意味ではなくて、うちらと同じ畑のアーティストが少なかった、ああそうなんや、そうヒップホップとかレゲエとかの方がやっぱ多かったから、俺はまあそっち側やったからな、そうでもこっちに来たらやっぱりポップシーンの人もすごい多くて普通にメジャーを目指してこう一世風靡したいと思ってやってる方が多いから、そこはすごい刺激をもらったし、あこうやらなあかんねんなとかやっぱ反省するところも多くて音楽をするために出てきたと思ったら私はすごいそういうとこは良かったなと、あとなほんまになんか音楽やってる人多いから、うん、やってる人多いってか私なんかそれやってるから出会うだけやろ多分、だからそのだけ出会えへんやん、でも大阪、あ、まあ大阪はね、うん、出会うやろ、でも出会う、でもやっぱ少ないよ全然、うん、やっぱりなんか違う畑の人たちやん、でも俺もそれがもう全員尾崎は東京の人やで、尾崎は練馬の人やで、で、初め練馬で生まれて、で、中学かなんかで埼玉の朝霞市ってところに引っ越して、尾崎は、うん、なんかだからなんかな、いろんな人がやってる中いいのを選べるようになった、うん、そのこの人にこの曲を作った時にこの人に任せたいな、でもあと私やっぱりそのエルクストリートもあの東京に出てきたから一緒に住んでるわけやん、これが地元でやってたら一緒に住まへんやん、やっぱり一緒に住むってしんどいことも多いけど一緒のグループでやるには一緒に住むってすごいいいことやなと私は思うから、もうすぐに行けも、うん、だからそういう面でもやっぱ東京に出てきてよかったなとは思う、どうせ楽しそうで同居やけどな、任せるってちゃうで、あの3人だよ一緒に最後曲作り終わって最後投げる人だ、ミックスとかマスタリングとか CD にしてもらえる人たちとか、あとなんやろ映像を作るとかいうときにこういろんな人たちがいてる中、この人すごいセンスがあるから、うん、この人頼みたいなと か, かそうやっていい意味で選べれるなって思う、しか分かってないしか分かってないよしかもだけどあのうちのフィフィキしかにちょっと似てるよ、似てるよな顔が、似てる、懐かしかったもん、なんかエルクの新曲お風呂もみんな一緒なんでえどういうこと一緒ってそれ、まあ同じお風呂、同じお風呂で一緒に入らへんけど一緒に入ったら気持ち悪すぎるよ女同士でも入らへんのにね、別にお風呂、あ、そうな、入らんもんな、女って一緒に住んでても入らないよ、私女の子とルームシェアしたこともあるけど一緒には入らへん、なんか理由あるだって入る、ないけど、ないやろでもなんか女同士の別に風呂やったら別に汚くないやん、なんか見栄えがあでも自分が女子やったら嫌やなと思うたぶん、ほんまそ温泉とかお風呂屋さんに行ったら入るけどやっぱ人のやつ嫌じゃない、ね、水代節約できへんと思ってる、てかん、まだあります、はい、質問、あ、じゃあこれで Q&A が終わりということで、一回 CM に、はい、今日はなんかタウルスが面白い心理テスト持ってきてくれてるらしいから、それをやろうかと思ってます、はい、CM 待っててねー、よい子にしてね、
分を変えたい全ての人へ、さあフェイトへおいでよ。どうやったら売り上げ上がるんすかね。ぶっちゃけ給料いくらっすか。いらねえよお前に。忙しいから。その時いくら。あ、これ150万くらいかな。普通はいくらっすか。あ、15万。給料いくらっすか。あ、15万。賞金 80% バック、入店祝い金高額試験、 BS グループ。今年は俺の年だな。ようこそ僕のシンデレラ。はい、はい、どうもじゃあ、タルさんなら、じゃあ、心理テスト持ってきてくれてる、はい、でもちょっと、その前ちょっと喋っていい、うん、いい、うん、その前に、ちょっと喋りたいことがある、うん、最後まで見てくれへんかったら困るから、うん、さっきツーマンライブの話をもうちょっとしようと思って、はい、ああ、そうやね、うん、2015年、2014年の10月5日に大阪でやったトリプルセブンソウルとエルクストリートのツーマンライブの東京の陣が1月25日渋谷のグラッドで行われます。会場は17時5時から、はい、でスタートは5時からです。もう、うん、で、本編が始まるのが6時から、はい、うん、そんな感じです。ポテトツナーです。そうで、チケットは前売りは3,000円で、当日が4,000円になっておりますので、もし来れるという人は3,000円を絶対ゲットしてほしいので、下にあるエルクストリートお問い合わせ elkst.info@gmail.com まで、はい、別に本名じゃなくてもあのいいので、その日に入り口で言える名前と人数を明記の上メールください。お願いします。ほんでもってね、エルクストリート年末にあった、年賀状企画の年賀状をその日に持ってきてくださった方には、エルクストリート、はいですね、まだ未発表の、未発表、未収録の曲を、はい、差し上げます。プレゼントいたします。はい、いいね。はい、それはツーマンで歌うんですか。曲は歌うことになりそうです。あの昨日まで歌わへんつもりやってんけど、ちょっといろいろ相談した結果歌った方がいいなってなって、それは瀬戸りに入れようと思っています。年賀状企画またやってて、それ来年やないかも。年賀状企画じゃあ初中見舞い企画やるわ。あ、いいね、うん、そういうのもやっていこう、うん、ほんで、もう一個言いたいのが、スペシャルゲストが実はいっぱいいらっしゃいます。お、まず第1弾、はい、先ほども紹介した三味線奏者の上井博晴さんがある曲にまた三味線を入れて出演してくださります。おー、すげーね、いいね。で、スペシャルゲスト2、おアイズブラックからタックくん、うおー、もちろんあの曲を披露いたします。先流れたやつですね、はい、スペシャルゲスト3、おアイズブラックが来て、アイズブラックのタックくんが来て、うん、あの曲を歌うということは、おー、そういうことか。もともとそうです。エルクストリートに求めていた岡本潤も参戦します、はいはい、ということは今まで歌えなかったエルクの曲も久しぶりに歌えたりするよね、はい、なるほどね、うん、そういうことか。あともう一つ、おっとまだ来る。最後のスペシャルゲストは奈良から、奈良から私たちのマイメンジョニーがやってきます。来るよ。もう俺はもうかなりもう実情がっていうスペシャルゲスト4名、来るよ。これね、かなりね、エルクストリート力入れたライブになります。そうそう、女の人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 あのね、すごい本当普段聴いてもらえない楽曲とかも、うん、あのこの日はみんなの協力によって歌えたり聴いてもらえたりするので、あのぜひぜひね、日にちを空けて1月25日、ね、ぜひほんまに見てほしいです。ですね、うん、ぜひぜひ見に来てください。そこのとこお願いいたします。もうスペシャルな内容になりまくると、うん、思うんで、ほんまにあの、まあ、悩んでる人は絶対来た方がいいですね。あと、なんやろ、そのちょっと言ったエルクが大阪でしかやってへんかった時の感じの曲もできるっていうのは、そうね、そこが強いよな、うん、そう、それもあるし、やっぱエルクストリートをなんかちょっと好きやなと思ってても、ツーマンライブ行くほどじゃないって人って多分いっぱいいると思うね、うん、そうやな。私らでもそうやん、あの人のあの曲好きやけど、別にあのライブ行くほどじゃないってアーティストってきっと多分みんないっぱいいて、うん、でも私たちからしたら
このツーマンライブに来てくれたらそのちょっと好きかもっていうのをめっちゃ好きにできる自信はあるのでぜひぜひ7月25日、ね、やっぱりそういうあのクラブとか行ってる人って、うん、そのライブのイベントって結構めんどくさいと思うんでぶっちゃけね、うん、で俺もその側やってんけど、うん、多分あのああいうワンマンとかツーマンとかそういうのに行った方が面白いよな、そのライブを見るのって、うん、そのなんかそういろんななやっぱりショーケースで20分ぐらいのもんって、うん、やっぱそうそうそういくら素敵なアーティストさんでも、うん、どんだけ実力あるアーティストさんでもやっぱ出し切れないからカラーを、うんうん、あとなんか この人たちが何をしたいのかっていうのがちょっと分かるよね。そうだね、うん、めっちゃ俺はもうあの自分で出といてあの大阪のツーマンめっちゃ面白かったもんほんまにいや出てたら楽しいね別にいやし、うん、いや多分客観的にその俺が読んだお客さんその初めてそのライブ、うん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 、俺のライブを見てくれるお客さんが面白かったって言ってくれたから、うん、あそれはもう自信ついたよね。いいなと思ってジョニーのあのアルバム当日買える多分買えるはずです。買える、うん、言っときます。まうんジョー君に言っとく、うん、とタオ様ライブだと表現する、うんしないよね。するよ。あ、するか。するよ。結構するやん。さあ、タウルスは表現するのか。ちょっとはライブででも変わらなさそう。どうかな。まあ、それはもう来てからの。いや、でもショツ君するで。だってその、ね、見たことないやろ。そのショツ君のパフォーマンスを。生がいいって。エルクは絶対ライブの方がいいと思う。CD 音源より。私。いや、俺はそれも。自分で歌ってて CD 音源を、CD 買ってもらってて CD 音源よりライブがいいっていうのも失礼な話やけど、うん、私は、CD 音源よりライブの方が自信があるかな。え、うちはヒゲ外します。それはその自分が伝えたい思いが伝わった気がするからっていう理由かもしれないけど、音源もクオリティ高いわって言ってくれてる。ダウ様っていつもショットに敬語だよ。じゃあ敬語直せ言うてる、ね、でも日によって違うから。そうやんな、確かに、うん、いや、そんなことないで。癖なんやろ。もう癖やで、なんかやっぱ、うん、ええとこの子じゃないけど、うん、ダウ様はショットの後輩とか全然そんなんちゃうもんな別に、うん、そう、タメ語使ってる時もあるよな。ラジライには別に普通にタメ語じゃん。そう、私はもともと友達やったからね、うん、うん、タウルスとね。まあそうやな、そうそうそう、全然そうやな。なんか敬語っていうか、なんかほんまに癖やな、うん、ちょっとは友達じゃない、ちょっととは友達じゃないっていうか、ショッツとは音楽で知り合ってるから。そうやね、そのそフランそのね、うん、だそこやんな。で、音楽歴はショッツの方が長かったから、しかも年齢も1個増やしたり、ただのビジネスだけ。普通にエルク仲いいのだけが自慢やろ、ね、どっちかって言ったらむっちゃ入れば、めっちゃ仲いいよな。でもあ、タカミ久しぶりや。タカミインフルエンザ大丈夫？気をつけてや。友達になってくれるのありがとう。タカミインフルエンザやのにもろうとしてる中ありがとう。私もショッツはちょっとまあいいやまあまあそれ置いといて、はい、うん、私もショッツはちょっとやけど、なんでやねんどういうことやそれじゃあそんな感じで、あのタウルスがせっかく持ってきてくれた心理テストがあるので、はい、あ、そうやな、それあるかな、うん、早かった、コメントめっちゃ早い。じゃあ多分同時ぐらい、うん、珍しく見て、はい、俺真ん中嫌やねんこれやったら。じゃあ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 こういつもみんな移動したらどうなる。いや、なんでやねんどうする、俺こう、あ、こうか。あ、てか来ないが一番ええやん。俺がこうやって喋りたいわけ、うん、じゃあ言うで、はい、真ん中って苦手やわ私。なんでの、なんか箸が、じゃあ、久しぶりの心理テストいきます。はい、皆さん好きな子の前では自分自身をよく見せたりしてませんか。そらする、してるな。疲れて家に帰ってきて服を脱ぎっぱなしにしてだらしなくしていませんか。してるな。そらしてる。さて、どちらの本当のあなたのでしょうか。真相心理テストをして本当のあなたの姿を見てはみませんか。オーライ。じゃあ行きますね、はい、あなたは知人から一冊の本をもらいました、うんうん、それは有名な童話のようですが、うん、あなたの知らない物語です、この本はどのような物語の、内容の物語だと思いますか。それが1個目ね、うん、あ、ちょだから今も1個1個でもいいし、1個ずつやろ。あなたの知らないもの、この本はどんな内容の物語ですか。え、でも有名なんやろ。いや、有名な童話のようですが、あなたの知らない物語。そう、見ただけやろ、見て、うん、この本はどんな内容の物語だと思いますか。私はシンデレラストーリー、成り上がっていくみたいな。うん、あの、やもんな、結構だ、シンデレラ的なこう、ちょっとエロ本やん。こう、蔑まれてた人がどんどんのし上がっていって、シンデレラストーリー的なものかなと思います。俺はもうあの浦島太郎とか桃太郎みたいな、ああいう敵がおる感じ。敵を倒す、敵おったっけな。
敵を倒すみたいな。そう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 、そっち系。グロジェの太郎は一番初めに避けただけや。そうや、敵を避けただけ。敵を助けただけ。だから誰かを助けたいってわけやな。ああ、そうやな。素人と。で、それを答えたやつは、うん、答え、うん、今のはあなたがこう生きたいという願望やね。おお、シンデレラストーリー、うん、生きたい。俺敵を敵を倒すんじゃなくて誰かを守りたいっていう。あ、人助けをしたいってことかな。ああ、なるほどね。へえ、なんかちょっとなんか言ったことあるかな。じゃあ次2問目いきます。私らしいな。でもシンデレラストーリーがいいとか、自分のことしか考えてない。本をめくっていくと1枚だけ色の違うページがありました、うん、それは全体のどの部分にあると思いますか。本をめくっていく1枚だけ色の違うページが、それは全体どの部分。一番初めよ、一番最後、真ん中より最後らへん。真ん中より最後らへん、うん、一番初めと一番最後、うん、表紙やんそれ。そう、ただのな。じゃないとそんなもう詐欺やん。いや、なんかちょっとこうピッて変わるとこがあるんかなみたいな。じゃあそれは、今答えたのがあなたに天気が訪れる年齢やん、うんうん、あ、じゃあ私はあ、もっとおばさんになったかってことか。俺生まれてからか死ぬかどっちか。その天気全然使われへん。染まってるやん。770番の中の52ページ目やからな。52ページ目が52歳なのか、その何ページあるか分からへんもんな。分からへんから、はい、じゃあ次3番目、物語の結末はどうなったと思いますか。シンデレラになった、ちゃんと。ちゃんとシンデレラ であのちゃんと王子様もいたって感じ。その本人が願ってた位置に行ったってことな、シンデレラにっぽい。もう俺はもうだからあのあれやな、もうほんまに桃太郎みたいな感じ、あの鬼退治みたいな感じして勇者になったよみたいな。またね、たまみハッピーエンド、ハッピーエンド。そう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 ね、そつ太郎で、それはまああなたたちの人生の結末がそうなりたい、なっていくっていう。あとはまあハッピーエンドめっちゃいいや感じらしい。これ多分あれやな、1から3全部言った方がいいわ。さっきやった方がいい。あ、わかった。じゃあ何も分からずやった方がいいの。あ、じゃあわかった。じゃあ2問目はそうしよう、はい、うんうん、じゃあ2問目いきますね、うん。タウは、そういえばタウは、タウはこれは俺の言う名前やから、うん、そうやな、じゃあ1個目、まあ、この心理テストのタイトルが喧嘩をやめてっていうタイトル、うん、問い1、あなたは仲のいい2人の友達と遊園地に遊びに行きました、うん、楽しい時間を過ごしたはずなのにちょっとした行き違いで友達2人が喧嘩をし始めました、うん、喧嘩の原因は何だと思います。まあ、だから、あ、そっか、言わんでもいいし、あ、言ってもいいけど、書いてますか、それか。あ、一個ずつも言う？うん、私はアトラクションを待ちすぎて、うん、私あのアトラクション別に乗りたくないのに的な、俺もう完全にそれ一緒やわ、感じでちょっと揉めるみたいな。完全に一緒やわ。そんなんしかないもんな、だって遊園地やろ、だってだって遊園地でイラつくことってアトラクション待つことぐらいじゃない、うん、まあじゃあそれ二人の遅いんだ、うわ、流れてる。なかなか喧嘩が収まりません、うん、あなたはどうしますか、うん、俺はもう引くタイプやから。喧嘩が収まらへんかったら、いや、もうじゃあもうお前のあれでええわみたいな。でもこれあれやで、あなたは仲のいい友達2人とってことだから、そう、3人で遊びに来て、3人で来てんねんで、で自分が原因じゃない、そう、自分以外の2人が喧嘩してんねんで。ああ、そういうこと か、 だかその2人ええやん。私もなだめるし、なんでって聞いて、いや、せっかく来たんやから、うん、今喧嘩してても損やんって言って、うん、3人とそのままこ うまく和解に持っていくか行こうとするかな、やっぱり。そこで仲裁を始める、仲裁を始める、うん、仲いいねんもんな、だってもともとは、うん、そう、友達やからジョー君と誰かみたいな感じやから、うん、フルボッコはせへんやん。そんなんで殴ってたら友達なくすわ。もう全キャスで絶叫中継おもろいな。3かな、じゃ、うん、うん、それやな、それやな、そんなことしかないもんね。ないよな、だって遊園地っていうの、うん、まだなかなか喧嘩が収まりません。収まらへん。あなたはどうします。打ち切れる。もうそこにやっぱいい加減にしてくれへんっていう、いや、っていうか私も来てんねんって楽しみにしてって、うん、だからその腹立つのは分かるけど私のことも考えてと、私も楽しくないからいい加減にしてくれないって。そのお友達にわーっとは言わへんけど大人やねんからっていう。私はこの今言った人みたいに一人一人で楽しめないタイプ、遊園地とかで。俺はもうあの
845番の人やわ。その子たちを置いて一人で楽しむ。一人で楽しむぐらいで一人で帰るもん。やし、やか、あのその近所のアトラクションに乗って、お前らやめろやーみたいな感じで行こうへんみたいな。やめろやー。最終的に最終的にジュライさんが一番キレてそうで、いや私友達に全然怒らへんからね、基本的に。私 なぜかエルクの2人のせいでなんかキレキャラみたいになってるけど、俺は怒すぎんねん多分。エルクストリートをやってるからメンバーには怒るけど、別に友達には怒らへんよな。タル様には怒るのに、うん、メンバーやからね。で怒ってるんじゃないもんな別にな、なんか言ってるだけやんな。そう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 、理不尽にキレたりはしないよ。何が思うの？おんこおんこ。はい、それの返事は？の答えが、一番初めに言ったのが、友達には怒らない。二人はもう友達じゃないの。友達よりメンバーってか、もう家族みたいなもんやな。そうだ。いいかな。はい。一番初めに言ったのは何やったっけ？は？答えよ。答えよ。一番初めに言ったのは、言ったら言ってアトラクションのあれで喧嘩したってやつ、うん、待ち時間のあれで喧嘩するってやつ。いや、俺の質問じゃなくて自分の答えは自分の答えの方や。だからそれ言ったやん。なんで喧嘩したって言ったやろ。だからそのアトラクションの待ち時間って。じゃあそれが、うん、あなたがどんな理由で周囲の人間とトラブルを起こしやすいかわかんない。めっちゃわかるわこれ。でも私結構時間にルーズやもん。あ、めっちゃ反省した今。あ、なんか落ち込んできたなあ。いやなあって俺別にそんなことないんやけど。なんでそんなすんの。いや私エルクストリートっていうのにはあんまり遅れへんけど、うん、あ、そうやな。あのプライベート結構ルーズやから。そうやな、3タイムやもんな基本的に。だって友達に怒られたことあんもん。私待たせすぎてめっちゃ反省してきた今。落ちる、ちゃんと友達落ちる、うん、普通言うてくれへん、うん、落ちてきた、どうしよう。いやしてでも2人ともそうじゃない。あーそうなのかな。でもどうも、まあまあ言うたらそうかもしれんな。いや悪いけどエルクストリート、エルクストリートの仕事の時はみんなちゃんとやってるけど、うん、プライベートは3人ともルーズやで多分な。えぐいよな。タウルスも俺めっちゃルーズやから。タウルスさんもいい加減にしろと思うもん、うん、いやこの人一番いい加減にしろやな。いやタウルスはルーズやのに平気な顔してるのよ。それがびっくりするのよ。すごいよな、うん、もうあのなんかあのバイブス欲しいもん俺と。私だってルーズやけど焦ってんねんいつも。そうそう、どうしようどうしよう、あ、もう上かなってなってるから。タウルスはえ、俺今起きたでみたいな、みたいな。遅れてるで俺あの風呂入ってくるわ。え、風呂入るよみたいな。しかも風呂長いしな。でそっから風呂1時間入ってまだ遅れるみたいな。そうそうそう、もうなんでかしらんけど俺の文句ばっかりだってで、はい、その答えの2番目の方が、周囲とトラブルになった時の対処方法。周囲とトラブル、あ、網仲裁する。仲裁するっていう。あ、まあ、それはしてるな、周囲とトラブルになったら。で3番目の答えが、周りの人たちと保っておきたい人間関係。ああ、俺一人でじゃあこれ乗りながらやめやーって言ってる感じや。だからそれぐらいの距離感になるってことや。で私は、あ、じゃあ自分が参戦するよ、そこにうわって私も考えてよ。ああ私はこう人と密になりたいってことか。あ、でもそれは当たってるかも。あ、でも俺もそれだと当たってるかも。俺はなんかそういうのなんか、うん、そこまで。そうやな、中に入っていかへんタイプやもんね、うん、私は人と密になりたがるから入っていくタイプやもんね、うん、あ、それは当たってるかも。ああ深い心理テストやね。ほんまやな、よくそんなん見つけてくんな。あ、そうか、考えたんやな。そういえば、いや、俺考えてないよ。言うんかい。そういう人が考えてたら何の心理テストでもないやん。そりゃそうや、うん、なあ。で、さっきあのタウさんも心理カウンセラーなのって来てたから、いや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 。あ、でも私心理学の勉強をしようと思って。いや、面白そうやな、でもそういうのな。いいのかな。はい、いいよ。じゃあ次行きますね。はい、あと2分ぐらいでもね、うん、じゃああと2分、じゃあもうやめる。そやな、うん、途中で終わっても楽しいの私らだけやもんな、うん、じゃあこう、あれフリートークにしよう。そうだね、フリートークにしよう。そやそや確かに、だってもうあと少ない時間やったらなんかせなあかんやろ。腕組みは否定のサインだよ。私も心理学やってた。そうなんや、すごいな。いやでも俺はズライは心理学系のカウンセリング系多分やったら儲かると思うで。歌舞伎町とかであったやんじゃん、まあ、元がサイコパスだしな。なんか褒められてるのかディスられてるのかわからへん。サイコってるから。いやでも私はすごい多分この3人の中で一番気性荒いかもしれないけど一番人間が好きやねん多分。
そやな、うん、あすごい人が好きやから その人人に嫌いな人でも好きな人でもめちゃくちゃ人に興味があるわけ。その人が一体何を考えてるんかとかどう思って言ったんかとか、あの人のあの動きはきっとああ感じてたのかなとか、すごい人に興味があるから、そういう部分では一番コロナ禍では向いてるかも。あ一番エモーショナル、めっちゃいい感じに言ってくれたね。でもズライってでもその あれが嫌いやと思ったらもうそこまで友達にはならんやろエモいねすごい濃い付き合いの人が多い。え私嫌いと思ったら友達にならへん。いやっていうか嫌いにあんまならへん。ああそうなんや、うん、私基本的に自分に害がガッてない限りはすぐ人のこと嫌いにならない。あ、まあ、そらそうや別に、うん、だからそ自分と系統の違う人でもどんな人がすごい気になるから、はい、害あるって例えばさその自分のことをなんか貶めようとしてくる人ってたまにいるわけやんか。あ言ったら私が言ってもないようなことをさ、あの子あんな言ってたでって裏で言ってたりとかさ、女の子ってそういうちょっと陰険なことをする人もまあ少数だけどいるから、そういうのとか。そうやな、一回嫌いになったらもう好きになってくる。ジュライはどっちが好き？え、この二人？取り合ってはないね。しょっちゅうとタウルスのでも結構ちゃうよな、会うとこが違う。あのタウルスとは服買い物行ったりそういうなんか音楽の話したりはすごい合うけど、うん、ショッツとは映画見たりとか、あそっちが合うかな。アクティブ派やん、うん、インドア派やん。そうだからその遊ぶ系統が違うよね。違うな、うん、でも私もあのもともとタウルスは友達やけどショッツは音楽で知り合ってるから、うん、まだ友達歴が短いよね。インドアっていうかインドアにされてるよな。家デートなら家デートならショッツショッツは家デートって感じじゃないよな。俺は外だって感じじゃん。この二人とどっちかとデートして家デートなら私はだきっとタオルスかなと。でも俺別に多分家でデートないよ。ごめんやけどあと10秒前やわと家で寝てるぐらい。じゃあそうそう、ね、もうあと10日後、これがもう日変わった10日後なんで。せやでやないわ、はい、あの1月25日は、はい、渋谷ブラッド、うん、ヤスマンライブ、うん、遊びに来てください。 elksd.info@gmail.com に皆さんからのお便り待ってます。ありがとう、グッバイ。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチュー、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンク